1982年のヤクルトスワローズでは、1982年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、竹上白岡監督の3年目のシーズンである。キャンプインを前にチャーリー・マニエルの自由契約が発表され、ジョン・スコットも怪我で退団したチームは、外国人選手を一新して、シーズンに臨んだが、外野手のラリー・ハーローは、 巨人との開幕戦で接種を連発し、打撃不振もあり7月に解雇。もう一人のデビッド・デントンは、開幕を2軍で迎え、5月になって、ようやく1軍昇格という低多落で、チーム打率がリーグ再開、チーム防御率も5いのチームは5月上旬に8、連敗で最下位に転落。7月と8月にそれぞれ4連勝するなど、若干持ち直したが、 最終的に3年ぶりの再会で、優勝の中日に23.5ゲーム差を、5位の、対応に9ゲーム差をそれぞれつけられシーズンを終えた。投手陣は、エースオバナ・尾が12勝を挙げたが、打線の援護なく2桁敗戦を喫し大エース松岡、広島、防御率3点台ながら9勝13敗と負け越し、カジ健一盾の聖も2桁敗戦を喫するなど、 打線の援護不足に泣いた。マニエル・スコットが相次いで退団した。打撃陣は7月からダンブリックスが加入したものの、大杉勝雄や大谷明彦など1978年の V1 選手が衰え始め、世代交代の足音が聞こえ始めた。ありがとうございます。